私は生涯このピアノを弾きます。作曲家ロベルト・シューマンの妻であるクララ・シューマンはグロトリアンというピアノを前にこのように言いました。それ以降、彼女はヨーロッパ各地のコンサートにグロトリアンを持ち込み、演奏活動を続けていきます。それほどまでに彼女はこのグロトリアンというピアノに惚れ込んでいたのです。グロトリアンというピアノメーカーの歴史は180年にも及びます。本拠地はドイツのブラウンシュバイク。会社の立ち上がりは、創始者のフリードリッヒ・グロトリアンがドイツ・ボルフェンビュッテルの小さなピアノ工場の立ち上げに加わることによって始まりました。グロトリアンは木材、そして音響的な音色、音量にこだわりを持ってバックフレーム等の改良に力を尽くしていきました。その結果、豊かで美しい音色と独自のピアノ製造技術をものにしてグランドピアノに匹敵するアップライトピアノを次々と作っていきました。そうしてグロトリアンはヨーロッパ各地の宮廷御用達のピアノメーカーとなり、クララをはじめとする多くの奏者に愛され使用されていくことになりました。